今日は何する？バギー乗る。ドバイの砂漠でバギー乗りたい。お、パリピーじゃないですか。マジで俺は陰キャだということを、そして日本人だということを痛感した。まさか外国に来ても俺ら陰気なことを証明させられた。いや、ほんまやで。俺、あ、だから俺パリピ嫌いやったよなって思ったもん。もうあんまり体験しへんからな。あんまり体験せん。この年になるとなんか、あ、自分が陰キャだなっていう疎外感とか、なんか、あ、舐められてるなとか思うことないから。なんか砂漠まで移動してきたんですけど、1時間ぐらいで。乗り合いでね、多分イスラエルの人たちが、多分大学生かな。めちゃめちゃイケイケで。めちゃめちゃイケイケ。はい。せっかくなんで、まあ今から、めっちゃうるさかったっていう話なんですけど、まあ今から砂漠でバギー乗りたいと思います。ちょっとね、回せるかわかんないんですけど、テンションぶち上げて、ぶち上げていこう。無理や。なんか何言って、もうこんな尺いらんねんけど、うん、心臓ギュッてなるな。あのパリピに囲まれたら久しぶり、気にすぎや。久しぶりにギュッてなったわ。行こう行こう行こうか。行こう。バギー乗りまーす。乗りまーす。ならんの横が。騎馬戦やってきました。イエーイ、サンキュー。いや、素晴らしいです、これは本当に。景色が最高です、そして今僕の奥では絶賛安幸さんが救出されています。下に消えました。おー、上がってきた。上がってきました、大先生。おお、すげー、かっけー。おどうです？最高やね。むちゃくちゃおもろい。全然おもんない。日本帰るか。あんなに楽しみにしてた砂漠バギーで何があったの？そうなんだ。怖いよ。普通に怖くない？すごい、ほんまに。俺ちょっと運転手取りたかったんですけど、さすがに無理で、あれは。バギー乗ったことある人もしかしたらね、さすがに怖い。いや、すごいな。足震えてるもん。今お食べよ。溶けるって思うよな。体のあれが慣れてない。バイクとかと違うから。これだけやし。やっぱ簡単じゃないか。前走ってくれるガイドの人、スマホ触りながらこうやって行くから。これは。やばいよな。
いやでも相当ロマンついていってましたからさ、一瞬だって誰もおらんかったんだよ。わかる？サバゲで怖いで笑ってた。おらんなったって笑ってた。怖いで砂漠で誰もおらんの。これすごいよ、周りに。でもさ、車でこの辺走ってんの見てて、これ案外よっぽどのことじゃないとこけへんねんな。それはそう。逆に。いや、でも これはマジですごいわ。なかなか見れないよ。これ砂漠ショット撮ってるやん。セクシー姉さんが。ああいうの撮らな、俺ら。ラーメン食べたい。砂漠にテンション上がってへんもんな。砂漠が怖いもん。痛い、津波に入った。怖いわ、マジで怖い。どういう感じなんだ。バイクみたいな感じなんだなと思ったら、ほんまにちょっと違いますね。これはほんまに、別物だな。これは、ここ空いてんの？この技量は俺らにはない、ね、相当マジすごい。アウさん、いや、何を？マジでこれはすごいとしか言いようがないけど、わかるかな。最高の気持ちがいい。音入ってるんだよ、綺麗よ。最高でしたね。昨日の水族館のお前状態だ。いや俺も楽しかったね。ほんまに怖かった。それはマジで楽しかった。怖かった、ほんまに怖かった。結構怪我するかもここめっちゃ打ったし、なんかわからんけどここ打たんかった。ないてかここ足なんかちぎれそうなぐらい踏ん張ってんけど。なんで？そういう感じじゃないんや。腕で踏ん張ったからな。まあ腕も疲れたけどな。いやめっちゃ景色良かったし。そうですね、景色良かった。景色良かったし、パリビートなんかいろいろあって、別グループ走らせてくれたし、マジで気持ちよかったな。こんな感じで砂漠編ということで。めっちゃいい絵撮れたよ。いや撮れた。お前が
伸びしてくれる人と喋ってる時めっちゃいい。あ、ほんま？ちょっとビルの感じがやばい。それ以外は天皇前がしてくれる。ハゲてたもんな。完全にハゲてた。一回心折れて帰りたいって言ったし。高すぎて。いや、楽しかった。ありがとうございました。ありがとうございました。まあ